あ、りょうたくん質問来てて、僕からもちょっと気になってたんですけど、いいよ。全然寝てないなっていう。なんで寝ないんですか？まあ確かにね、一緒にいても寝たの見たことないでしょ。はい。睡眠時間ほぼないのさ。まあなんでかって言ったらさ、人生、平等なんかないのさ。生まれた時点でさ、大富豪の家に生まれたらさ、もう有利じゃん。まあそうでですね、ね。貧民の家庭に生まれたらさ、もうスタートなんかみんな違うのよ。そうね、ですね。で、いい大学行った人はもっとね、いい大学行った親が生まれたらさ、スタート地点なんか違うじゃん、みんな。まあそうですね。だけどね、24時間っていう時間だけがね、平等。それは全国、世界、すべての人だ。その時間をね、どうね、使うかね、人生って変わると思うのさ。だから、その寝てる時間をみんながね、その時間にね、いろいろ行動して、なる努ほど。力して、そして自分の未来を変える。未来のための今をね、どう生きるかっていうふうな感じかな。まあ、亮太、たまにはいいこと言うな。おい、何がためんだ、お前。お前、またお前、ため口か、急に、おい。たまにはいいこと言うじゃねえかおい、よ。そうでしょ。あとな、たまにはな、たまには。お前、カメラ切ったら覚えとけよ、お前。ここの伝説の膝小僧だ、お前。一撃必殺だ、お前。溝。こっちからも水入れてっかんだ、お前。北の夏川天心ってやってるから、お前。何だ、お前。